こんにちは。戸塚区子ども家庭支援課の保健師です。現在新型コロナウイルス感染症の影響で区内の妊婦さん向け両親教室が休止となってしまい、皆様にはご不便をおかけしております。お元気でお過ごしでしょうか。この動画ではお家でできるマタニティエクササイズをご紹介します。先生は戸塚区の両親教室でご指導してくださっている藤田先生です。それではご覧ください。皆さんこんにちは。マタニティエクササイズを一緒に始めましょう。このエクササイズはお部屋で楽しんでいただくものです。お腹の中の赤ちゃんと一緒に気持ちよく体を動かしましょう。妊娠中のさまざまな体の不快な症状を和らげたり、出産に向けての体づくりをしていきます。適度な運動は心も体もリラックスさせてくれますので、どうかご自分にとって無理のないように楽しんでください。全部で3つのパートからなります。まず最初にウォームアップストレッチで体と心の準備をします。次に免疫エクササイズ、しっかり体を動かしていきましょう。最後にマインドフルストレッチで心を穏やかに終了します。また動いている途中でもしもお腹が張ってきたら、お腹が張りそうだったら遠慮なくお休みをしてください。気分が悪くなりそうならこれも無理なくお休みをするようにしましょう。